常に他人をテストしてる感じがある。突破した人にしか見せない一面がある。ああ、結構他人をテストしてますか？テスト、なんかジャッジしてるとかっていうのではなくて、私みたいな人を重いなって思う人っていっぱいいるって思ってて、だからどれだけ出していいかなっていうのを見極めてるとかはありますよね。相手がどうかっていうよりは、この人にどういう自分を見せようとか、どう自分を見せようとか、どの程度自分を見せようとか、そういうのを見極めてるのはありますね。今思っちゃったことを言っていいですか？はい、やっぱ内向の人を落とそうとするのはちょっと難しいですね。うん、難しくはないと思いますけどね。難しくはないと思うんです。いや、だって全部カッコとしたものがあるじゃないですか。カッコとしたもの、なんか話を聞くとね、はい、カッコとした私が出てくるなと思って。そういうわけでもないと思うんですけどね。あ、まあ、時に崩れるとおっしゃってましたから、はい、なんか僕なんか今こういうのを聞かれて、うん、答えれるかなと思いながら聞いてたんですよ。私はこういうのを思ってますって、はい、思ってます。どういうことですか？森津さんがそういうことを言うから、自分はそう、別に言わなくてもいいじゃないですか。なければ ないなと思って。いいじゃないですか。なくていいんだ。ないことはないと思うんですよ。ないことはないのかな、ごめんなさい。だってやってるじゃないですか、日々行動してる。何か思いながら、思いながら行動してます、はい。あ、エニアは4ウィング5の辞任なんですね、うん、そうですね、今んとこ。あとなんかうまくいってるとのドラマチックな私は出てきますか？多分基本ドラマチックだと思います。あ、なんかそれが理想なんじゃないですか、うん、でそんなのはないからって話ですよね。ないのに、ないのが分かってしまった。ないのが分かったからそのように行動してるみたいな。僕あの雨の日に土下座とかしますけど、どうでしょう？ドラマチック。それはその相手の尊厳とかまで考えちゃうから、いや、しなくていいよってなります。冷たい。冷たい。なるほど。逆にあれじゃないですか、自分がじゃないですか。あ、僕がね、ドラマチックな僕をやってますよね、それは、はい、確かに。今なんか冷たかったなと思って、うん、逆にだからドラマチックなのは私。あ、そっか、そっか。大事なのは、ね、自分っていうドラマですよね、その。そうだった、うん、主人公だと思っちゃってるっていう。あ、確かに。なるほど。INFJ は4の人は多いのかもしれないですね。多いかもしれないですけど、理想家で、うん、確かに内向型で、重いと思ってても相手を重い人と断定することはないかもっていうのは INTP っぽいですよね。あ、それありそうですね。重いなんて言っちゃいけない。それは、はい、100分かってる わけじゃないからっていう意味とか、見えてない部分もあるよっていう意味で、うん、厳密であろうとする、理論的であろうとする感じ、そういうの決めちゃえばいいじゃんと思うんですよ。僕が重いと思ったんだもん。決めちゃいけないって思っちゃいけないんですか？そうですね。そこが、まあ、人がね。っていう話です、ね。っていう話なんですよね、はいはい。知り合いの INFJ さんも U-Wing5。なるほど、うん。理想を追いたいタイプだから、追われると鬱陶しいってなるのでしょうか？どうでしょう？追われるから、ああ、まあ、うん。ちょっとあるかもしれない。なんか、うん。追いたい、追いたい派なんですよ。この辺はもう INTP さんがちょっとご自身で考えるしかないですね。いや、っていうのは、うん、4の可能性があるよだとすると、うん、どうなんかこのちょっとずつ匂わせて、うん、追われる展開、追わせる展開、追わせる展開、うん、まあなんかたまたま行く可能性ありますけどね。ありそうですよね、うん、はい。僕みたいに雨の日に土下座は多分無理ですもんね、うん、こっちがドラマをやっても。もう INTP なんかいいんじゃないですか、宇宙研究してたら。うん、あ、彼女の前でね、見えるところで。うん、神、信じてはないですね。いますかね。あれですよね、昨日夜話してた。はい。で言うと、T 隊長さんの言ってることは分かるなって感じ。普段からそう思ってるわけじゃない。物理の話ですよ、この人は。物理が神だって言ってました。はい。神と法則だと、うん。それを神としてたんだろうなっていう、それを扱ってる人が、それをそうだって扱ってる人が神とされてたんだろうなみたいな。自然の法則をうまく利用して、今からここに雨が降るってそこがありそうだなっていうのを見て、神のせいでコントロールしてたんだろうみたいな。ご自身であまりなんかそういうのはしないですか？あ、神頼み的なものも含めて。神頼みはしないですね。なんかでも引き寄せみたいなのはめっちゃ信じてるんで、その引き寄せって、その、いや、こうなるって
こうする、こうなるって思ってるのと同時にこうするって思ってるから、なんとなくそうしていくっていう。うん、それ僕の意見ですね。一緒の意見ですね。そう、って思ってるんで、なんか、どっちかっていうとそれを利用してる側かなって思います。その物理法則とかそういう、こう、こう言ったらこうするだろうみたいなのとかを。周りに対して良い人で優しく寄り添ってくれて、たまにドラマチックな場所でアプローチしたらいい感じかな。ああ多分ね、違うんですよね。多分ね、観察しろなんだと思うんですよ。うん、軽々しく、あ、こうやったらいいんだね。多分こうやったらいいんでしょってやると多分失敗する。INFJ さんにはそんな感じはしてきました、ね。うんうん、INFJ は神を信じるよりも自分が自分の神である感じですか。ああ、そうかも。そう、なんかそういうと大層ですけど、なんかそんぐらいのレベル感ですね。なんか認識としては、なんだろう。そう、自分でどうにかしようみたいな、自分がどうにかするなるみたいな。ああ、じゃあもっと大きなものはないんだ。なんていうんだろう。はい。ああ、できたって、俺じゃ。僕じゃないのにでき、僕じゃないのに僕なんだけどできたみたいなのってあるじゃないですか。言ってる意味が。できたんだって。それやっぱできたわって思いますよ。なんか不思議な、そう、不思議な、不思議にできたみたいな。僕はそんなのはないですね。うん。なるほど。自分の中にオリジナルな神とか宗教。ああ、なるほど。相手にしてほしいことがあるときってどうしますか？私は割と伝えがちで、するって回答でしてくれないと失望します。あ、INFJ は因果を大事にしているイメージですが、どうでしょう。なんかそのできるできないかよりも、したいのかしたくないのかをまず教えてって思います。そのこうしてほしいって言うじゃないですか。私が言った後に、それができるかできないかよりも、まずはしたいかしたくないか。でしたくないんだったら、これ INTP さんに聞いちゃダメなやつですよね。気持ちを聞かせては、できるかできないかよりもしたいかしたくないか聞かせてよ、うん、言っちゃいけないやつでしたよね。これ別にしたいかしたくないかぐらいはいいんじゃないですか。わかんないですよ、向こうにニーズがあればね。僕が、はい、僕だとして、はい、したいかしたくないかは答えられるじゃないですか。好きか嫌いかは言えるんですかね。好きか嫌いかは言えると思いますよ。あ、まあどっちでもない場合もありますけどね。どっちでもない場合に好きって言えますか。どっちでもない言っちゃうんだ。でもそれでいいと思います。そのいいんだ。いい別に好きでも嫌いでもないって話じゃないですか。そこは好きっていうとこじゃないですか。気持ちを聞かれてるんですよね。そう、本心が知りたくて聞いてるんですよ。気持ちを聞かれてますよ。だったらどっちでもないが正解。でも付き合いたいが先に、付き合いたいはあるんですよ、気持ちとして、うんうん。好きじゃないかもしれないけど付き合いたいがあるんだとしたら、うん、好きって言うべきじゃないですか。何をですか。いや、なんか例えばリンゴ好きって言われた時に、はい、って話ですよね。今人の話をしてます。あなたのことは好きって話。いや、私のこと好きって。私のこと好きは好きじゃなかったら好きじゃないとか。でそれでいいって言ったんですよ、この人。違いますよ。違いますよ。何が違うんだ。違いますよ。私のこと好きかどうかじゃなくて、はい、してほしいかしてほしくないかって話ですよね。うん、うん、そうです。初めの質問はね、例えば今度旅行に行くんだけど、はい、どこ、沖縄に行こうと思うんだけど、はい、沖縄に行きたいか行きたくないかってあなたの気持ちを聞かせてって話じゃないですか。沖縄が好きかどうか、沖縄と北海道に行くんだったらどっちがいいか、あなたの気持ちを聞かせてなんで。全部鉄の味にされるんですよ。鉄の味じゃないですって、そこ聞かれてるって話じゃないですか。分かんなくなってしまったので。そういう話だとしたらどうですか。例えば、はい、今旅行に行きます。怒ってない。旅行に行きます。はい。北海道と沖縄どっちがいいですか。沖縄です。で、沖縄がいいわけですよね。はい、いいから沖縄って答えたんですよね。今はまあどっちかって言った方がいいんだろうなと思って。気持ちどっちでもいいがあります。で、それをどっちでもいいがありかどうかって話ですよ。それを好きか嫌いかの話にすると、うん、好きか嫌いかじゃなくて、してほしいかしてほしくないか。まあ好きか嫌いかでもいいですよ。僕は好きか。チャーハン、はい、じゃあチャーハン。桃里さんのことです。違う。それは好きじゃないのに好きって言うはずないじゃないですか。うん、好きの前提でどういう言い方をするかっていう、なんか
好きだから付き合いたいわけですよね。うん。じゃあ別に本心でもいいんじゃないですか。好きじゃないなら好きじゃない。どっちでもいいならどっちでもいい。付き合わなくていいわけじゃないですか。そこで好きだっていう理由がない。うん、っていうか、付き合いたいと思ってるんだったら好きに決まってる話じゃないですか。あ、で、だからチャーハンが好きかとかっていう話ですよ。僕今話をしたのは、なんか、その、付き合ってる時に、はい。ちょっと付き合いが始まりました。はいはい。で、私のこと好きみたいな話ってあるじゃないですか。はい。で、その時に、うん、なんだその時に、あの、私のこと好きって、うんうん、INTP さんに聞いたとします。はいはい。そしたらなんか INTP さんよく答えないっていうのが結構あったじゃないですか。コメントで答えないっていうと答えてくれない気持ちを相手が、そう、あ、僕今なんかボケたこと言ってます。はい、多分チャーハンが好きかどうかみたいな話ですよ。ちょっと先に進めてごめんなさいね。僕が悪いのかもしれない。私のこと好きって話を多分してない。してないですか。付き合ってるんだから好きに決まってるじゃないですか、うん、それで、うん、いや好きじゃないって言われたらそれは分かりますよ普通に。で、隊長今好きじゃないって言う。好きじゃなかったら好きじゃないでいいじゃないですか。うん、別れたらいい、うん、別れるべきですよね。あの、そんな、この人と付き合いたいって思ってる、はい、たら好きに決まってるじゃないですか。好きじゃないのにこの人と付き合いたいっていうのがありえないって話ですよ。でも惰性っていう言葉もありますよね。それって別にもう別れてもいいわって話ですよね。別れるかどうかは別れたい、みたいなのってないです。で、それって結局好きなんじゃないかって話ですよ。それを聞かれる、まあ、別れたくないわけですよね。あ、なるほどね。はい、今落ちてきました。はい、すいません、なんか理解が遅くて。その状態のことを僕は好きって言ってる。別れたいわけですか。わからないです。分からずに付き合っている時もあるじゃんっていう話。じゃあ分からないって答えた方がいいんじゃないですかって話ですよね。でもその時に好きって聞かれたら付き合いを持続するために好きって答えるのがあるな。なんで持続するんですかって話ですよ。好きだからなんじゃないですか。桃人さん今このおっさんの会話を聞いてて桃人さんはどうやって言ってほしいんですか。 INFJ さんは、え、その本当は好きかどうか分からない状態でも付き合ってる時にってことですか。ですよね。でも桃人さんはなんとなく彼女、彼のことがちゃんと好きで私のこと好きって聞いたときに、うん、彼が本心なんかどちらでもないみたいな状況の時にどちらでもないって正直に言うのが正しいんですか。はい、正しいんだ。だってやめた方が良くないですか。うん、やめた方がいいんだ。なん付き合いたい、例えば逆に彼女はい、がいたとして、はい、もうこの人とはもう分かんないなって思ってるときに、ああ苦しいですね、うん、僕が好きって聞いて、うん、それニーズとしては好きって言ってほしいですよ。言ってほしいけど、はい、本当は分かんない、もうこの人と続くかどうかも分かんないと思ってる、まあ、じゃあ言ってくれですじゃないですかっていう話です。はい、僕が全面的に悪かったです。ごめんなさいね、なんか3人恐怖、ごめんなさい、キス恐怖に。INFJ は他人が発明した考えに従うよりも自分で考えついた法則を持ってるっていうことか。うん、そうです。ああ、なるほど。ああ、私のこと好きがめんどくさい感じの人がいるのはわかるし、そこで冷めるのもわかると。ちょっと私が一人でいろんな人の意見を誤解したようですいません。でもなんか INFJ さん、はい、こんな雰囲気、うん、ちょっと2時間長かったですけど、はい、伝わった感じはしますね。なんか、まあ、価値観的なのは僕落とす自信はないですけど、はい、まあ、好きかどうかじゃないですか。あの、僕が好きのアプローチは、うん、外す、絶対外すなって思いました。でも外すなって思うんだったらやらなきゃいいんじゃないですか。でこれしかできないんだろうなって思います。そんなことないですよって僕は思ってます。私もそんなことないでしょって思います。なんで人を決める、そうやっていや、なんでそんな自分を決めるのって思いません、逆にだって自分のことだから自分決めていいじゃん。そのなんでそのできないって決めるのかなって、好きなんじゃないのって話ですよね。その自分の可能性を信じたらいいのにって思いますよここ面白いんですよ、はい、ね、
一人で喋ってる動画見ると、うん、あのね、すっごい気だるそうにね、うん、動画読めればいいのにな感じで喋ってるんですよ。はい、ただなんかよくケラケラ笑う、うん、でも好きだったら落とそうと思いませんか。だって嫌われちゃうんだもん。どうせダメなんでしょって。じゃあ諦めちゃう。いやー、そこはちょっとチャンスちょうだいって。だとこう合わせたらいいんじゃないですかって。で、合わせようと思うなって話ですね。あんで合わせた、うん、そうですね、はい、嫌なら嫌というのも優しさの一つ、うん、まあね、そうですね。逆に嫌と言いづらいみたいなのはあるかもしれませんね。あ、そういうのもありますよね。付き合ってるとね、うん、すいません、なんか宣伝ありますか。宣伝も森戸さん、はい、ぜひチャンネル登録をして動画を聞いていただければと。そのぐらいです、はい、ちなみにあの視聴者さんは男性と女性とかの年齢層とか出るじゃないですか、はい、あ、はい、どの辺が多い感じですか。あ、今はと登録者でいうと半々、男女半々ぐらいで。なるほど。年齢は、まあ、ちょうど同じぐらいの世代から30前ぐらいが多かったですかね、確か。この同じ年代っていうのは、まあ、20から30の間、はい、20から30の間くらい。男ばっかだなんだろうなと思ってたんですよ。どうせさ、声がいいと思って男ばっか聞いてんだろうと思ったら、はい、違いましたね、うん、なんか今日は僕の悪いとこが出た感じがしますが、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンスを作り出すのも自分だぜ。そうです、はい、この人は言い聞かした。うん、断ってくるのは、くれるのはそれほど親密だと思ってくれてきたなと判断できるので、うん、あ、断るっていうのも親密だっていう証なんですね、うん、っていう判断の仕方もあるよっていう、はいはい、教えてくださいました。ありがとうございます。 INTP さんの動画見て雰囲気学ぶのも、ま、ありだと思います。ありがとうございました。ごきげんよう。